おはようございます、一ノ瀬アジオです。今朝の朝食はゆで卵、半熟かな、今日こそ半熟かな、どうだろうね、あといいね、いただきます。今日はゆで卵、最高にちょうどいいゆで加減でございました。あー、いいつまね。それでは味噌汁いただきたいと思います。そしてメインディッシュがこっちね、豪華ね、朝から豪華だね、豪華だよ。どうした、今日限り、なんかあった限り。それではご飯もください。なんか寝起きが良かったのって感じだね。あ、そう。ご飯もください。あ、ご飯忘れた。はい、今日はね、これからまたね、お客さんとこにちょっと打ち合わせに行くわけですが、 GoPro を使ってね、また運転しながら車載動画を撮ってみようと思うんですが、てかうるさいな。で、今日はね、日野おつかしさんからね、ディスコードでお話しあったんですけど、この内蔵バッテリーを抜いて、こちらのね、USB の Type C ポートから給電しながら撮影すると発熱が抑えられて、そこのね、やり方を紹介していたサイトによると5時間程度連続運用できたということで、以前もね、僕これ買ってすぐぐらいにね、バッテリーをこっちから繋いで、その内蔵バッテリーを外してね、運用するということはやったことあるんですが、コメントでね、なんか不具合出るようなコメントがあった記憶があるんで、それ以来やってないんですけど、まあ実際ね、久しぶりにちょっとどれぐらい熱がね、どれぐらい、昨日は本当は暑かったんで、場所はね、このダッシュボードに置いてやろうと思うんですが、それでもね、直射日光が当たるんで、こいつにね、どれぐらい熱が、感じが違うのか検証してみたいと思います。でね、安定して撮れるのかどうか、こっちのね、今回はこちらのモバイルバッテリーじゃなくてね、車からの USB 給電、シガーライターからのね、ところで撮っていきたいと思います。それでは行ってきます。ちなみに今日も ND フィルターはバッチリ装着、 ND フィルターは16ですね。これでいきたいと思います。はい、本日も昨日と同じようなルートで行くわけですが、今日もいい天気なんでね、ちょっと日差しが ND フィルター16でも強すぎるぐらいなのかな。まあね、でもとりあえず今給電のね、電力の容量はこのアルファードのね、シガーソケットからの給電でも十分、いけてる感じかな。今動いてますんでね、このなんかここの堤防走んでやめてくんねえかな、怖いわ。とりあえずケーブルもね、ちょっと心配ではありましたけど、 USB ケーブルね、こういう結構この USB ケーブルとか、ね、電源とかデータ関係ね、結構このケーブルが重要になってて、このケーブルがね、違うだけで、まあ HDMI とかでもそうなんですけど、ケーブルの性能いかんでうまくこの配信できたり充電できたりデータを取り出したりっていうのがね、結構ケーブル重要なんですよね。ここはね、今ちょっとノーブランドの、先輩が僕の車に置き忘れてたやつを使ってるので、ちょっと不安でしたけど、まあとりあえずは動いてるので問題ないかなと。ちなみにね、僕そういえば今気づいたんだけど、 GoPro のね、動作音をオフにしてあるので、これ喋ってても、いつ切れるか気づけないね。ちょこちょこ、こう止まった時とかに、あれが、サムネじゃないわ。なんだ、モニターしてるとね、突然、この何十秒かすると、スリープじゃないけど、ブラック、こう画面がね、黒くなっちゃうんで、音が鳴らない設定になってるんで、いつもこう、撮ってて GoPro が熱暴走して止まった時でも気づかないのは、あれだね、このピッ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 っていう
音をオフにしてあるからなんだなと今気づきました。結構やっぱりそういう人混みの中でねこう撮るときになんかこうはばかられるとかそういうときはオフの方がいいんだろうけど、一人でこうやって撮るときはああいう確認音はやっぱり大事ですね。ちゃんと撮れてるのかどうなのかっていうことを確認するのがね結構大事ですね。はい、こう喋り続けてて突然こう切れてて後で見てみたらあれ切れてんじゃんっていう時のあのショックはないですよ。結構精神的なダメージでかいので、動作音はちゃんとねやっぱりさ後で設定をしておきましょう。はい、今日は朝一南向きが多いなぁ。西向きか北向きが良かったんだけど、今日のお客さんも最終的に西向きにはなるんだけど、そこ行くまでが長いからな。僕のトークがそこまで持つかな。今日これでやるとめちゃめちゃ動画長くなる。30分ちょっとかかるんでね。何喋ろう。しかしこの GoPro のバッテリーがそこまでダメージでかくなるとは思わなかったね。今日はね一応こんだけ天気いいとねどっかでドローンも飛ばしたいなと思って、スマホケースにね内蔵されてるクラウドファンディングでもう何年前 2、3年前にこうバックしたものが最近届いて、そっからね一応室内でホバリング程度までは飛ばしましたけど、あと全然飛ばせてないので、めっちゃ軽いんでね、まあその辺でちょっと飛ばせたらなと思って一応は持ってきました。飛ばせるかな、まあ仕事の休憩中にねちょっと飛ばしたいなっていうのもあって、今日はね海の近くに行くんでね、まあ、その辺でちょっと飛ばせたらなとも思うんですが、まあ、時間がなければね、まあ、そういうわけにもいきませんが、あすごいトラックの運転手さんあれだね、バックミラーのとこにマスクぶら下げてたね。こういう光景を見るようになるとは思わなかったな。トークがこれ持たねえなぁ。どうしよっかな。お客さんとこに着くまで持つかな、これ。昨日ぐらいの距離だったらね、なんとか話は、ね、できたんだけど。ここのね、今走ってるところの右側はね、まあ、過去にも何回か説明してるかな。藤前干潟というね、干潟なんですけど、ここがね結構野生の鳥がたくさん来るところで、本当はねここの今僕が走ってるぐらいのあたりに橋を架ける計画が昔あったんですけど、この藤前干潟に来るね鳥とかね野鳥とか、あと干潟にいる生物が大変貴重ということで、最近見なくなったけどフラミンゴとか結構来てたんだよね。フラミンゴで有名で、この今の右側のこの堤防道路には結構野鳥の快適なすんごい白いレンズを、バズカみたいな白いレンズを持ったね、おじさんたちが結構ちょこちょこ、結構ちょこちょこってのおかしいな、ちょこちょこいたりしますんで、有名な場所ですね。この先行くと、今日のね道順行くと途中にレゴランドも見えてきますが、レゴランドもそろそろ確か営業再開してるのかな。レゴランドも相当苦しいというよりは、もともとそんなにね客入ってなかったはずなんで、それまで入ってなかったとはいえゼロではないので、
このね数ヶ月みたいにゼロになってしまうと相当苦しいでしょうね。うちも苦しいけど、こっちの向きで、あーやっぱりがっつり太陽は来てますね。ただ熱今持った感じはいつもよりはいいのかな、というか安定的に、こう信号で止まるたびにこう見てますが、一応は動いてますね、バッテリーなしで。お疲れさんがね、昨日ね、バッテリーの代わりにこうなんか金属入れて中冷やせないのかって言ったんだけど、あれって金属入れてどっか通電したりとかなんかないのかな、それで壊れたりとかね。一瞬僕の何カズさんマウントみたいなねやつ作ってみたね、削ってくれる友人がいるので、その人にこの案いいなと思って頼んでみようと思ったけど、中の構造がわかんないんで、あれバッテリーの接点って電極接点の3つか4つぐらいある、あそこさえ外せばアルミとかで削ってもらって作っても問題ないのかな。それで問題なければアルミだったらね、熱伝導率も高いし、本当はね銅とかで作るともっと熱伝導率いいのかもしれないですけど、錆びちゃうんでね。そうすると材質はアルミが一番身近で加工しやすくて安価なのか、安価とは言わねえか、アルミもそこそこ高いので、まあでもサイズがちっちゃいんで、まあそれでね作ってもらって熱伝導率が高いアルミであれば、多少こう熱を GoPro 内から熱をこう、でも放熱する場所がないもんね、閉じてしまうとね、下の蓋開けとくとかそういう感じになるのかな。だったら下の蓋開けといてもそこから外気に触れるんで、現状でねこの USB ポートから給電してるという現状で、防水性能は基本ゼロなので、水に対しての抵抗力はすごい弱まってるんで、下開けたところで何ら問題、まあこういう使い方してる以上はね何ら問題ないのかなと思うんですけど、外とか海とかねスポーツシーンで使うとなると話は別ですけど、僕らみたいに Vlog でこう撮っててね、特に僕は歩きじゃなくてこう車でこう GoPro をね使うことが多いので、その点でそういう使い方、下開けちゃえばもっと熱のサーモスタットとか、サーモスタットじゃない、サーモグラフィーか、ああいうの持ってないんで、実際今熱がどれぐらい発熱量が違うのかとかね、計測はできないんですが、どこまで、とりあえずこの、通常だったら1回2回止まることはね、この、特に今に、外気温23度でね、まあ昨日よりもちょっと高いので、熱暴走しがちな温度にはなってきてますが、夏場に検証するともっといいのかな。もっと暑くなってきてね、真夏日になってきた時にちゃんと動くのかとかね。あ、ちなみに今ちゃんと動いてるのかしら。あ、動いてるね。もう11分経ちましたね。今日の動画は長くなるな、これ。片道だけの検証にしようかな。ドリキンさん的なね、1時間も2時間も取れないもんな。SD カードのね、容量的には十分いけるんですけど、この、撮ってる側の僕が持たないっていうね。ここがね、名古屋港で、ね、ちょっと、この、植えてある木が南国風の、このエリアはね、ストリートの名前もね、なんか、日本の、なんて言うんだろう、外国感を出そうと頑張った感じもあるね。名前何だったかな、何通りだったかな、ちょっと忘れちゃったけど、横文字とかカタカナ文字でした。完全にこう外国感を出そうとしてる。でも周り全然工場しかないんだけどね、この
正面に見え、GoPro だと見えないかまだ。今からね、この走っていくと次の信号を越えたあたりにね、橋があるんですけど、その橋を越えた先にレゴランドが見えてきますね。本当ね、この工場地帯の向こう側にレゴランド作るって本当に、レゴランド着くまで何もないですよね。ご飯食べるとこもない。名古屋駅からは左側に通ってるこの青波線をね通ってくれば、何も考えずに一本で来れますので、途中で降りさえしなければ。でも終点ではないのかな、確か青波線で行ったことないんで分かんないけど、そうそう、この橋を越えるとレゴランド、あとご飯食べるところはベイカーズピアっていうね場所がありますね。さあ、またね、でっかい駐車場作ったんだけどね、あの駐車場全然入ってないもんね。左側は車をね海外に輸出するためのモータープールで、そこに今でっかいね、今じゃない、いつもねでっかい車を積むフェリー、船がね、貨物船って言ったらいいかな、フェリーじゃないねがついてて、こっからねバーッと車積んで輸出用のね船が出ていくんですけど、ここしばらく見てないね、そもそも車が置いてないもんね。さあ、信号止まるごとに確認しますが、はい、まだ息はしておりますね、 GoPro 問題なく動いております。で、今この右側に、画面右側に見えるのが、レゴランドとね、メイカーズピア。まあ、この辺一帯のね、駐車場なんですよ。むちゃくちゃでかいんですよ。むちゃくちゃでかいけど、そんなに入ってない。いつ来ても入れるっていうね。相当でかいですよ。信号長いな。そろそろ変わるか？めちゃめちゃ安定したりな、全く問題ない。さあ、これからトリトン乗っていくわけですが、ほら、左側のこの駐車場めちゃくちゃでかいでしょ。まだ続く、こんな駐車場、端っこから端っこまで歩いたら結構な距離ですね。その向こうにレゴランドのホテルが見えてきて、映ってるかな、まあ、ここでぐるっと回るんでその時に映ると思いますが、こんなでかいホテル満タンになるのかな。うわ、後ろの車めっちゃビタッとついてくるわ、こういうの嫌だね。派手なホテル、全部カーテン閉まってるね。さあ、高速乗るとあとはレーダークルーズコントロールで走るので、すごい楽ですね。まあ、高速乗ってもそんなにたくさんの区間乗らないので、少ないな。よはい、もうレーダークルーズコントロールセットしたので、あとはハンドル持ってるだけ、前の車についていきます。これめちゃめちゃ楽だね、やっぱり。天気はいいけど今日はやっぱり
もう夏の感じになってきてるんで、遠くの景色は、まあ、空気が湿気が多いのか霞んでますね、やっぱりね。右側は海なんで、まあ、左も海ですけど、右側がね太平洋に続く方なんで、結構工場がたくさん並んでます。この辺からはもう右見ても左見ても工場ですね。ナビも設定いい加減変えないと。ちょこちょこずっと気にはなってるけど、なかなか変えずに来てるんで、あんまり変えずに来てるんで、いろんなね、うわ、なんか左側でっかい船入ってるな、車積んでるね。ちょこちょこ僕がコメントしてる時にね、このナビが喋り出すんで、ね、困るんで、ちょっとね、まだ設定もね、どこ変えていいのかよく分かってない部分もあるんで、説明書とにらめっこしながらね、設定し直していかなきゃいけない。さあ、もう高速降りちゃいます。楽な区間は踏んで終わっちゃうね。眩しいな、今日天気良すぎて。ただちゃんと動いてるかな、確認しようと思って止まらないな、そういう時かけてね。止まりたい時は止まれなくて、止まりたくない時は赤信号で止められる、それが交通事情。工事やってんな。なんだこれ、人が降りちゃってる。ここも工事やってるのか。この辺は緑が多くて景色がいいですね。ほんでやっと西を向いたので、多少太陽からの光はね、左後ろぐらいから来るので、だいぶ、なんていうのかな、光で飛ばされるのも落ち着いたんじゃないでしょうか。にしても、そろそろ20分超えてるか。はい、こんな感じで今撮影してきたわけですが、これがね、USB ケーブルね。ちょうどっていうか、まあ、30分経たない程度、20数分で、GoPro が熱くなりすぎて、撮影できませんというメッセージが出て、撮影が強制終了しました。やっぱり、ここの場所が悪いのかな、やっぱダッシュボードで直射日光とかね、直接当たって、まあ、ここ自体が熱い。ここから下はね、エアコン出るんで、ある程度いいのかもしれませんが、このスタイルでここの場所でっていうのはちょっと厳しかったです。内蔵バッテリー抜いててもね、ダメでした。これのせいでバッテリーがね、熱で膨らんだ可能性も否定できないので、バッテリーを傷めないという点では、まあどっちみち長く取れなくて、
バッテリー入れてても多分途中で熱暴走では止まるので、これならこれの方が GoPro にとってはいいのかもしれません。はい、お家帰ってきてお昼ご飯の時間になりました。今日これ何、これ何それ、いただきます。聞いてんだよ。あの、はい、韓国ほらよくなんか韓国のドラマで出てくるやつ、なんとか鍋的な、はい、に麺が入ってるの。そうそうそう、うん、なんかスープの量間違えてる。汁ないよ。でも治んない。食べよう。伸びる前にいただきます。インスタント麺入れると美味しいっていうか。いただきます。はい。And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty.